皆さん、こんにちは。ゴールド TV です。第2部の方は、えー、今回、石油について見ていきたいというふうに思います。石油、まあ、原油ですね。はい。えー、っと、今、軍事的な脅威がありますし、基本的な流れで、えー、地球環境を抑えるために、まあ、石化燃料を、まあ、抑制しましょうという流れもありまして、まあ、一連のベーシック的な要因からですね、今の ガソリンとか、えー、石油の値段の値上がり、これはまだまだ止まらずに、ま、ずんー逆に加速するんではないかというふうな予測をもとにお話を進めていきたいというふうに思っています、えー。最初にです、ね、ガソリン価格ですね。はいえー、ずっと今、ね、ニュースでも、ね、いろいろテレビなんかでも報道されてますけど、も、値上がりが続いていますと、政府金保証を出してますという,ふうなこととか、ニュースとして流れてますけれども。 まあその原因について見ていきたいというふうに思いますし、さらにその大元となる原油価格、これがこれからどういうふうに推移していくのかについても見ていきたいというふうに思います。最初にガソリンですね、はい、グラフに示す通りなんですけれども、えー、青い方がまがノミナル価格、まあ、実際的な看板価格で、えー、実質価格、実態の販売価格というのは赤い方ですね。 え皆さんもガソリンスタンドに行くと分かると思うんですけども、まず看板価格がこういくら、例えば立体170円とか出てて、えー、会員さんはさらに3円引きですよ、4円引きですよみたいな値段になっていると思うんですけども、この赤い方が実際の販売価格ですね。はい、ずっと値上がりが続いているということが、このグラフから見て取れるかなというふうに思います。でこの過去3年間で見ますと、この2020年春。 ぐらいからずっとね、えー、向上的に値上がりが続いてるっていうこと,ことです。まあ、このグラフ見てお分かりの通り、これは新型コロナウイルスで、えー、消費がガクッと下がった頃ですね。えー、っと、もういわゆる凄盛生活に入ったと同時に、もう新型、えー、コロナウイルス怖い怖いっていうことで外出するのも、まあ、できない。 まあ実際の、東京とかもですね外出控えるようにってか,かなり強く言われてましたので、この時期が一番ガソリンが値下がりした時期、ここを、まあ、起点としてずっとずっと今、値上がりが続いているというふうな状況です。直近では先週は171.4円までリッター上がっているということです。はい、この171円ですけれども、えー、2020年5月。 の100円ここからですね、えー、約50円も値上がりしているということです。あとニュース報道によると、もう、ね、10年以上おぶりの値上がりというふうなあ状況になっています。ちょっと深刻ですよね、はい。2008年が直近の高値で、その時もね170円台、まあ、一部看板価格だと180円台なんていう,う時代もありましたけども。 それに匹敵するぐらいの今ね、値段になっているというふうな状況ですね、はいで。これがちょっと長期のちょっとね、あのー、ガソリン価格の実態価格、ディスク価格にちょっと見,見当たらなかったので、えー、これ東京のおガソリン先物値段のお、から引っ張り出してきた過去の推移ですけれども、まあ、こんなふうな今状況になってます。これはのバージ価格と言い,いまして、えー またね、あのリッターあたりの値段とはちょっと違うんですけど、確か50リ,50リットルあたりの,あの実,実質取引価格ですね。あの税金とかは入っていませんで。これを見てお分かりの通り、今8万円まで値上がりしていて、2014年以来の高値、7年ぶりの高値。 実際のこのガソリン価格というのはこれ抜いたということで、まあ、この2008年以来の高値になっているというふうなことですね。ですから14年ぶりの高値ということになるんでしょうか。はい、んちょっとこれ、表題中ですね、はいでまあ実。なぜこのガソリン価格が高いのかっていうのは、まあ、明白で、もともとの 原油,価格原油の価格、これが値上がりしているというのが一番ですね、はい。それと為替が円安の傾向になっているというのが2つ目の理由。えー、新型コロナウイルスのあとを経験してから、えー、2021年、昨年の1月ぐらいに、まあえー、為替は1ドル102円とか3円ぐらいまで、ねえー、円高が続いていたんですけれども、そこからベースに今、円安の基調が続いているというふうなことです。 これも、えー、ガスリン価格の押し上げようになっているということですね。はい、でこの原油の方ですけれども、まあ、先ほど申し,上げ申し上げましたけれども、2014年10月以来の高値ということで、約7年ぶりの高値になっています。えー、っと一時期はね、これはの、ニューヨークの WTI ベースなので、このマイナス40ドルというのが、この2020年4月にありまして、あ、3月か、うん、うん、4月ですね。4月にあ のでこのでこのだ大陰線でちょっと分かりにくいんですけど、ここをベースに、いずれにしろここをベースにずっと値上がりの傾向が続いている、これと,とともに日本のガスン価格もずっと値上がりが続いているということです。この1ドル100ドルというのはこの辺のまあ、ベースにありますので、ここがまあ、強い抵抗になるとともに、まあ、居心地のいいっていうんですかね、あのー、安,定安定できる値段かなというふうなことが言いますので、まあ、とりあえずここ。 1>, 1ドル、えー、バレルあたり100ドルを目指す展開に今なっており、まあ、その後ももうこの100ドル近辺で揉み合うのかなというふうなイメージができます。で過去最高値は2008年の147ドル、これがあるんですけども、これを上回ってくるのかどうかというのが長中長期的な見通しの上ではポイントですね。はい、でなぜこの油価格が高くなっているのかということなんですけども、足元。 今直近ではアメリカの原油在庫が減っているというのが挙げられます。2つ目が世界的な石油消費が増えているということが指摘されております。それとですね、産油国全般が全体の今生産、供給が低くなっているということが挙げられますし、あと天然ガスが不足していますので、それに対する代替的なものとして原油、石油が、まあ、石油消費が増えているということが挙げられます。 それと、まあ、5番目の要因として、最近のウクライナ情勢の緊張ですね、はいまあ。一つ一つちょっと見ていきたいというふうに思うんですけれども、えー、1番目はアメリカの原油在庫、これが減っているということですね。はい、もう WTI のこの赤い線、これが右肩上がり、それ,とそれに相反してこの原油在庫、これはずっと減っている。まあね、えー、在庫が減れば価格が上がる。もう一般的な方程式通りですね。 あと消費がこれ伸びているっていうのはこ、この間、オペック、つい最近、先週オペックがですね、えー、月報、マーセリリポートがまとめて、それを公表したんですけれども、それによると、まあ、2022年4月、第4四半期、これがまあ、あそれと今年、第3四半期、ですから今年の年後半は、えー、日、日米で1億バレルを超えるというふうな予想を出しています。 かなりね、これ、すごい伸びますよね。これの背景には、やはり、あのーえー、SDGs とか COP26 とか、ああいった地球環境を守るために、例えば石炭の生産を減らす、その石炭の生産を減らすのはどうするのということで、例えば天然ガスとか。 えー、石炭この2つ、まあ、あと自然エネルギーにどんどんシフトするという流れがあるんですけれども、基本的に今、既存の石炭燃料としては天然ガスと石,、えー、石油。この天然ガスはロシアの供給が非常に多いんですけれども、今、えー、ウクライナ情勢の緊張によって、天然ガスの供給が、まあ、あ止まってしまっている部分がかなりあって、それとともにヨーロッパの天然ガス価格が急騰しているんですが、えー、その代替としてですね、 原油石油の方に回っていくということで、石油の消費が非常に伸びているという実態があります。あと、産国全体の産油量も減っているということですね。 えー、これね、分かりやすくするため、スケールをちょっとね、60とか80ぐらい切れば分かりやすかったんですけども、一応オペックと、オペックとオペックとはナイよに分けるために、まああまあこのふ、このようなグラフにしたんですけども、まあ、これを見てお分かりの通おり、需要の方がは伸びるんですけども、供給の方はそれに反し,反して減ってしまっているという状況が浮き彫りになっています。 でちょっとね先ほどちょっと触れましたけれども、これが欧州、ヨーロッパの天然ガスの価格ですね。もう急騰につく急騰ということで、もう値上がりが止まらないということですね。はいまあ、最後にあと、ウクライナ情勢の緊張ですね。やはりあのー、有事の危機があると、国際商品、コミュニティは値上がりします。これが一般的な方程式で。 まあ、さっきのこのウクライナ情勢の緊張が、原油価格、あるいは、えー、国際コミュニティ価格全体の押し上げ要因になっているということです。まあ、この <laughs> 状況がどうになっているのかということを、まあ、世界中が注目してるんですけれども、まあ、毎日ね、テレビ等々でも報道されてますけれども、まあ、緊張が続いてます、えー、進行がいつになるのかということで、まあ、今朝のニュースでも、 えー、8年前のソチオリンピック直後にですね、えー、クリミア半島の侵略を進めたんですけども、その状況とタイミングとか、えー、状況が似てるなんてね、説明もありまして、まあえーち、ちょうどね、北京オリンピック、東京オリンピックが終わった直後ですし、えー まあ、オリンピックの間はね、まあ、進行しないだろうというふうなことが言えるが、まあ,あ、そういった見方があったんですけども、オリンピック終わりましたので、まあ、いよいよ、おそれによるウクライナ進行があるんじゃないかというふうな見方がね、広がってますね。はい。まあ、もともとはね、これ皆さんお分かり、まあ、テレビ等々でも説明されてますので、えー、今から8年前、2014年のこのクリミアあ半島の統合、併合、 これがそもそものこのロシアとウクライナの核質を生んだそもそもの原因なんですけれども、まあ、こういったことが再び起こるんではないかというふうなことが言われていますで。このウクライナ情勢の緊張ってどういったことが起こるのかということなんですけど、まず、まあ、あ有事によるこの石油の供給があ不安視されているということが挙げられますね。 それと、ロシアから欧州へのこの天然ガスの供給、今でもね、ほどもうだいぶ止まってしまってるんですけども、完全に止まってしまうんではないかなっていうね、いわゆる供給の途絶懸念があります。えー、それと、これによって、えー、まあ、これも先ほどちょっと申し上げましたけれども、えー、 天然ガスから石油への需要が、需要がシフトされるというふうな流れが予想されます。まあ、自然的にこういった要因からですね、石油の値段は、原油価格はこれから一段と上昇するであろうということです。まあ、これを、まあ、えー、一つ参考になるのはですね、この、ーオールショック、第二次オールショック、1979年から始まるオールショックですね。はい。えー、これですね。はい。これね、ちょっとグラフ、こあの、貴重なグラフなんで、 この青いのが実,実際の値段、値段です。バレルあたりの原因の値段で。このオレンジのやつが、えー、っと、これはリアル、いわゆる、あのー、実質価格。物価の変動を補正した実体価格がこのオレンジの方です。ですからオレンジ、オレンジの値段で見ていただきたいんですけども、この第二次オイルショック、この1979年から1989年にかけてね、 もう、限界高騰したんですけれども、この状況になってしまうんではないかという不安があるということですね。はい。えー、このね、えー、1979年直前の値段、ここ,こを起点として、このね、えー、2倍、3倍、4倍、5倍ぐらいまで値上がりしたんですけれども、今ね、今のそば今規たはここですよね。あれる、えー、今でも、実際的には今、100ドル。 近くまで来てますからね。でも、懸念が始まった起点を、例えば、バレる80ドルとして、まあ、2倍になると考えると、160ドルぐらいまでね、上がってもおかしくないというふうな構造になるので、まあ、いずれにしても、こういった、えー、世界的な有事、有事の危機、あるいは、まあ、こういった軍事的な脅威、えー、これによって、えー、このね、1979、えー、年、 また、あ、今、世界的にインフレが進んでますので、この,この当時の状況にま似ているというふうに考えると、同じようなこう大掛かりの、ね、値上がりになってしまうんではないかというふうなことも考えられます。ということで、大、え、分、ー、は石油について見ていきました。では今日、今回はここまでです。失礼いたします。